こんばんは、ゆるのみキッチンです。今回はいつもの料理動画ではなく、コンビニで買える太りにくいおつまみの紹介と選び方の解説です。このチャンネルを作った経緯なんかもお話ししていきます。それでは早速どうぞ。はい、今回はたまにはコンビニで飲もうかなと思っていろいろと買ってきました。とりあえずプシッといきますかね。はい、乾杯。いただきます。いやサントリーのパーフェクトビール、一切ね、糖質ゼロで、糖質ゼロなのにちゃんと美味しい。今買ってきたものを紹介しましょうか。お母さん食堂シリーズ、洗わずそのまま食べられる彩り野菜ミックス。え、まあ全部お母さん食堂シリーズか。肩ロースの生ハム。で、次、タコワサ。で、最後、つなぎも胡椒炒め。で、ビールと、こだわり酒場のレモンサワー、いつものやつね。これで、いいかな。1187円。まあまあいいお値段しちゃったけど、いいんじゃないですか。ちょっとりあえずこれ温めていきます。洗わずそのまんまっていいですよね。ちょっとお塩を振るわけですよ。で、オリーブオイルを小さじ1弱くらいで、胡椒をガリ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 、で、生ハム、こいつをちょっとちぎりながら乗っけていくと。カラスにはね、バカにされてる気がする。まあいいや。お、なかなかスパイシーな香りがして。うまそうです。よし、じゃあ食べてきますかね。では改めていただきます。乾杯。いい辛さ。いただきます。うまっ。さて、僕が今日で動画投稿を始めて31日目、今回31本目の動画ですかね、になるわけですけれども、なんで僕がこのチャンネルを作ったかと言いますとですね、僕らお酒大好きなんで、末永くお酒を楽しみたいわけですよ。で、僕はダイエットした経験があって、その時もまあお酒多少ではありますけど飲みながらダイエットしてたんですね。で、まあ実際お酒ってダイエットにはすごく悪いんですけども、ダイエットしながらでもお酒はまあ楽しめるっちゃ楽しめたんですね。太らないお酒の飲み方。まあ、どうしてもお酒飲むと太ってしまうんですけど、その太る脂肪蓄積を最小限にするお酒の飲み方、おつまみの選び方、そういったものを、ご紹介できればなと思って、今回作るのを始めたっていうような感じです。で、僕が作るおつまみ自身も、まあ、それなりに低糖質だったり、低カロリーだったり、まあ、たまにね、そういうの無視して、昨日なんかもひどい、もうほとんど1000キロカロリーみたいな、あれおつまみじゃなくて食事ですけど、
そんなものを作ったりはしますけども、まあ今回飲んでるもの、まずはこのビール、糖質ゼロのビール、僕最近好きで飲んでるんですけど、これもまあもちろん意味があります。なんで糖質ゼロのビールじゃなきゃいけないのか。普通のビールももちろん僕飲むんですけど、普段飲むのはこういう糖質ゼロのビール。たまにね、クラフトビールとかがっつり糖質入ってるのも飲みますけども、まあそっちの方が本当は好きなんで、もう普段飲むのはこういう糖質ゼロのビールを飲むようにしてます。本当ね、このサントリーさんの糖質ゼロビールうまいっすよね。で、おつまみはこうやって高タンパクなもの、うまい。高タンパク低脂質低糖質、あ、これうまいな。うまい。これビールでもレモンサワーでもどっちでもいけるっぽいな。というわけで、こだわり酒場のレモンサワー、これね、ほんと最近大好きでうまいっすよね。乾杯。今回買ってきたものを、栄養成分表を見てよくいろいろと買い物をするんですけど、まず一つずつちゃんと紹介しましょうか。タコワサ、見えるかな、映るかな、どこに載っているタコワサ、よいしょ、読み上げていった方がいいかな。エネルギー 51kcal、タンパク質 6.7g、脂質 0.6g、炭水化物 5g、糖質 4.6g、食物繊維 0.4g。で、続いて、お母さん食と、砂肝ですね。見えるかな？どうだろう。これでうまく映るかな。まあ読んでいきましょうか。エネルギー 108kcal、 タンパク質 18.1g、 脂質 2.6g、 糖質 2.9g、 食物繊維 0.3g。 優秀ですね。で、続いて、洗わずそのまま食べられる彩り野菜ミックス。エネルギー 19kcal、 タンパク質 0.6g、 脂質 0.1g、 どこにこれ脂質入ってんだろうね。炭水化物 4.3g、 糖質 1.7g、 食物繊維 1.6g。 まあ野菜だから優秀。まあこんなもんですよね。で、最後、生ハムくん。生ハムくん、これ見えるか、映るかな、どうだろう。まあ、読み上げましょう。エネルギー 50kcal、 タンパク質 3.8g、 脂質 3.6g、 炭水化物 0.5g、 糖質 0.5g。 優秀。まあ、こんな感じで、で、あとこれに、まあ、塩コショウはほとんどカロリーないから、油 3g くらい足して23kcal プラスされて、合計いくつだこれ、50、ちょっと計算しようか。電卓いた。50足す19に、3g の脂肪、オリーブオイルから23kcal で、こいつが108足す生ハムが、あ、違う、タコワサか。タコワサがいくつ ?51。合計255kcal。かなりね、このつまみ、優秀。この量。この量のつまみで255キロカロリーしかないんですよ。わかるかな？
構これだけで十分満足できると思いません？結構いい量あるでしょう。ダイエット会の時にまたお話ししますけど、お酒飲んでる時のカロリーって基本的に全部脂肪蓄積に回っちゃうんですよ。なんでお酒飲む時って本当必要最小限のタンパク質、あとは野菜で、糖質脂質は極力ゼロ、ゼロに近いようなものを選んであげると食べたものがそんなに脂肪になりづらいんですね。この量だと満足できないっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、そういった、こういう味が濃くって辛いものを少量食べると結構これで満足感強く出るんですよ。あとは野菜なんかで、お腹を膨らませる、結構こんだけあると傘あるんで満腹感出るんですよね。そういうことを考えながらつまみを選んでるんです。ほんとこれで、十分でしょう。晩酌として。うまっ。これほんと、つなぎもってほんとにいい食材ですよね。超高タンパク、糖質ゼロ、で、かつ、脂質もほとんど入ってない。完璧。で、コリコリした食感があるから、結構咀嚼回数増えて、満腹感も強く出るし、うまっ。やっぱみんないいなぁ。この、ダイエットに成功したっていうのが、ちょっと概要欄にも出しておきますけれども、ネギ式ダイエットチャンネルっていうのがあるんですね。そこで勉強したものがもう本当に素晴らしくって、あのチャンネル見てから本当にね、なんだろう、あ、そういうことなんだダイエットってってなりました。本当にあのチャンネルはね、有益なので、ダイエットに悩んでる方はまず絶対あのチャンネル見た方がいいです。てかあのチャンネル以外見なくていいです。まあ巷にはさ、いろんなインチキダイエットとかあるじゃないですか。もうね、あのネギ式ダイエットチャンネルさんね、それをバッサ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 切り捨ててくれるんですよ。で、本当に正しいダイエットはこれだっていうのを提示してくださるんで、で、それにちゃんと僕乗っかってやってみたら、しっかり落ちたんですよ。で、その理論をちゃんと理解して実践をするっていうのがすごく大事で、ちゃんと理解をするから、その理解したことを自分の生活に落とし込めるんですよね。結局ダイエットって何かって言ったら、持続可能な生活習慣の改善、もうそれだけなんですよ。で、僕も実際、まあダイエットに至る経緯とかはまたダイエットの時にお話ししますけれども、生活スタイルがね、ガラッと変わりました。てか変えました、ダイエットのために。今までなんてもうひどいもんでしたよ。飲みに行ったら、例えばビアガーデン、行ったら、開店から閉店まで時間無制限飲み放題みたいなビアガーデンあるんですけど、横浜に。今はどうなんだろうね。コロナ禍だからやってるのかどうなのか知らないですけど。そごうのビアガーデンなんですけど、そこすごいですよ。16時オープン、22時終了。6時間飲み放題なんですよ。まあ、そこでさ、ビール15杯くらい飲んで、ワイン、ハイボール、その他もろもろ飲んで、まあ、泥酔しますよね。
泥酔した足でラーメン食ってるんですよ。バカでしょ。そんな生活したらさ、太るに決まってるじゃん。バカだろお前っていう。ほんとそんなことばっかやってたんで、そりゃ太りますよね。で、つまみもさ、6時間もいるわけだから、結構バックバック食べるでしょ。で、ビアガーデンのつまみってさ、野菜ももちろんあそこあるからさ、結構野菜メインのおつまみで頑張ろうと思えば頑張れるんですけど、どうしてもさ、唐揚げに手が出るとかさ、フライドポテト食べちゃうとかさ、で、秋にカレー食べちゃうとかさ、結構誘惑が多くって。ね、ああいうのを繰り返しちゃうと、まあそりゃ太るよ。太るのは当然。だってその時何もしなかったんだもん。何をしたら太るっていうの、これをしたら太る、これをしなければ大丈夫っていうの何も知らないで、もう好き勝手飲み食いしてて、もう本当に好き勝手飲み食いしてた。太って当然。今はね、もうちゃんとそういう理論も分かっているから、これは食べちゃダメ、でもこれだったらいいよ、このお酒だったら飲んでも大丈夫だよ、適量ならね、全部適量ならねっていう条件がつくんだけど、そういうことを考えながらお酒を飲めるようになったから、逆にね、今お酒飲むのがより一層楽しくなってる。一応料理チャンネルというか、僕のチャンネルは、健康的な生活を応援するチャンネルっていう位置づけなんですね。その料理はメインなんですけども、料理だけじゃなくって、どうやったら健康で居続けられるかっていうのがテーマにしてやっていきたいなと思ってますので、末永くご愛顧いただければなと思います。飲み終わっちゃったんで、どうしようかな。一杯ハイボール作って終わりにしよう。今回ね、ちょっと初めて出すお酒、ブラックニックリーフブレンド、これもね超うまい酒、安いのにめちゃくちゃうまい。1000円ちょっとで買える酒の中で多分一番うまいんじゃないかな。よし、入れすぎたな、これ。氷に当てないように注意しながら、そうっとそぐと炭酸が逃げなくて、ストロングスタイルのうまいハイボールができるんですよ。ケイ、炭酸はね、ドリンクにと冷やしとかな、どうせすぐ飲むんだけど、軽く持ち上げておしまい。これわかるかな、ちょっと残ってる、残ってますよ、ほんの少し、わかるかな。これをね、たらーんって垂らしてあげると香りが良くなる。いただきます。これ最高、これやばい、このハイボールはやばい。おいしい。じゃあ最後に残りを飲み食いしていこうかな。食べきらんな、これ残そう。
お腹いっぱいだったら残そうっていう考え方、結構これ大事で、てかそこまでお腹いっぱいにする必要もないからさ。だってこんなの余らしたらさ、残せばいいじゃん。で、明日食べればいいんだから、無理して全部食べない。お家なんだもん。お家はそれができるからいいよね。お店はさ、もう廃棄されるのはもったいないからさ、全部バク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 食べちゃうと、家のつまみは残せる。これもね、太らない飲み方ですよね。もういいかなって思ったら残す。翌日に回す。まあ、野菜はね、鮮度とかあるから、生鮮食品とか、生物なんかちょっと残しづらいっていうのはあるかもしれないけど、生物でも、なんだったら加工しちゃえばいいんだから、例えばこの野菜たちが、もう明日になったら色が変わって美味しくなさそうっていうんだったら、なんか、なんだろう、イタリア物にしちゃうでもいいんだし、サラダ系の野菜だからちょっとどうかなって感じはするけども、まあ多分明日朝くらいだったら美味しく食えるんじゃないかな。てかせいぜいあと数時間でしょ。数時間は言い過ぎか。改めてお伝えしますが、僕のこのチャンネルというのは健康的に末永くお酒を楽しみたい方向けに、お酒を飲んでもできるだけ太らない方法、料理、おつまみ、お酒の飲み方、お酒との付き合い方、なんだったらダイエットの方法、どうやったらお酒を飲みながら痩せられるか。まあ、お酒飲みながら痩せるって結構茨の道で、普通にダイエットするのよりもハードルはめちゃくちゃ上がりますよ。でもそれでも酒飲みながら痩せたいっていう人の、もう本当に酒飲みの鏡だよね。本当すげえ矛盾してるんですよ、酒飲みながら痩せたいって、ね、そういう人を僕は応援したい。自分ができたから、このできたことを共有したい。こういう風にすれば酒飲みながらでも痩せられますよっていうのをお見せしたい。というわけで僕は今回こういうチャンネルを立ち上げて、皆さんの飲酒生活のお役に立てればいいかなと思います。というわけで今回はこの辺で締めさせていただきます。今回もご視聴ありがとうございました。今回の動画が面白いと思っていただけましたら、役に立てるかな、撮ってくれるといいな。チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。乾杯。うめえ。